今回は、レゼルバ予約システムの機能の一つ、予約データ分析機能についてご説明します。レゼルバ予約システムの予約データ分析機能では、レゼルバに蓄積された予約データを、期間、メニュー、リソースの軸で分析することができます。蓄積されたデータをクリック一つで自動分析することができるため、初心者の方でも簡単に使うことができます。 この機能を使い、予約データをあらゆる角度からリアルタイムに確認することで、経営課題の発見や新サービスへの反響などもすぐに把握することができます。レゼルバ予約システムは、予約データ分析機能がエンタープライズプラン以上でご利用いただけます。また、こちらの機能はすべてのタイプでご利用いただけます。予約データ分析機能の詳しい情報は、概要欄にあるレゼルバデジタルの解説記事からご覧ください。 それでは今からレゼルバ予予約約システムののデータ分析機能の使用方法についてご紹介しますまず管理画面から集客・分析のページへアクセスすると予約分析の項目が現れます予約分析には月別分析、日別分析、曜日別分析、時間帯別分析、メニュー比較分析、担当者比較分析の大きく分けて6つの機能があります。 なお、メニュー比較分析と担当者比較分析は予約のタイプによって名称が異なります。月別分析では、期間と集計基準を選択し、集計するボタンを押すと、設定した条件のもと、月ごとの集計結果が表示されます。また、右上にある詳細絞り込み機能では、メニュー、カテゴリー、担当者を絞り込むことも可能です。集計ボタンを押すと、集計結果が表示されます。 その他も同様に期間と集計基準を設定し数値を確認することができます実際に活用する際は2期間比較集計やメニューと期間の2社を分析比較するのがおすすめですこれらを比較することによって経営の落ち込む月に新しい施策を講じるなどの対策ができ売上を改善させることができますプランの変更は管理画面の上にあるプラン変更のページから行うことができます ご不明な点がございましたら、レゼルバサポートセンターまでお気軽にお申し付けください。以上が予約データ分析機能の解説でした。ご視聴ありがとうございました。もし、この動画が参考になったら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。